愛知県立放来寺高等学校は愛知県新首郎市に所在した公立の高等学校。2009年度より生徒募集が停止され、2011年2月27日に閉校式が実施された。2007年11月に発表された県立高等学校再編整備実施計画により、2009年度より愛知県立新首郎高等学校に 学校統合し、2008年度入試を最後に、生徒募集を停止することを決定した。なお、宝来寺高等学校在校生及び2008年度、入学生に関しては、卒業まで宝来寺高等学校に在籍。JR 飯田線本流しの駅から、豊か鉄バス、新白田口線、田口、海老社湖前、宝来寺、山頂、宝来寺行、 または、宝来寺線塩用業のいずれかに乗車して、宝来寺バス停下車。大会駅前にあるバス停からでも豊か鉄バス田口、港に乗車すれば宝来寺に行くことが、可能宝来寺線は2008年9月30日を、もって廃止された。進学者は、東三河全域からあった。1968年の豊橋鉄道、田口線廃止以来、 鉄道駅から距離が離れたため、平野部からの通学者で、バス通学や定期台に不満を持つ層も現れた。しかし、飯田線の駅近傍に移転されることなく、並行まで推移した。ありがとうございます。